どうもドゾルです。はい、ということで今日もクラッシュライルをお送りしていきたいと思います。さあ、ということでシーズンが終了いたしました。皆さんね、最後トロフィー上げお疲れ様でございました。私も今日一日トロ上げをしてたんですけれども、5800到達ならず5765でしたね。今シーズンは結構長めのシーズンだったんで、最多トロ5823かな、これを更新するようにちょっと頑張っていたんですけれども、あと一歩届かずでございました。さあ、ということで本日のこの動画ではドラフト宝箱、これね月に1回のお楽しみでございます。でさらに後ろにうっすら見えてると思うんですが、巨大宝箱、魔法の宝箱、さらにはスーパー魔法の宝箱とね、こちら豪華な宝箱4つ、今日は引いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。まずはドラフトから。狙いはね、あれなんだったっけ、新しいカードの、スケルトンバルーン、いつも間違えちゃう、スケルトンバレル、そして、ムートですね。この2つがカンストしていないのと、あとウルトラレアはダークネクロ、こいつをね、狙っていきたいと思います。それでは参りましょう。お、来た、いきなり来た、スケルトンバレル、ありがとう。そして、あ、ホバリング砲もカンストしてないんで嬉しいですね。さあ、そしてここはどっちもカンストしているので、まあ、左でいいかと。さあ、お、ムート来た。今のところいいですね。カンストしてないカードが全て来ている。さあ、ウルトラレア頼むよ。5500のトロフィー帯の宝箱だと多分ウルトラレア来ると思うけど、せーの、よし、オッケー、セーフなんとかウルトラレアをゲットいたしました。さあ参ります。運命のウルトラレア宝箱、オープンザプライス、プライスじゃないか。さあ頼む、ダークネクロ、おーっと、なるほど。これはね、右はもうカンストしちゃってるんで、左の、アイスウィザード。いや、アイスウィズか。まあ、でもアイスウィズも結構ね、レベル5にならないと実際使えないんですけれども、レベル5だと結構強いです。同レベル帯のレベルじゃないと使い物にならないんですね。なぜならスケルトンとか、コウモリとか一発で処理できるというね、アイスウィザードのこう特殊能力を活かせないから。ただレベル5になると結構トロフィー上げの時にも、使えるかなと思うので、アイスウィザード早めにレベル5にしたいですね。さあ、ということで、今回の宝箱、まあなかなかだったんじゃないでしょうか。さあ、あとね、ウルトラレアチャンスが結構あるので、まず巨大から引いていきましょうかね。スケルトンバレル、お、ホバリング砲、おー、スケルトンバレル229枚、ありがとうございます。結構早めにこうレベルが上がっていきそうですね。さあ、そして魔法の宝箱、来い。さあ頼む、魔法からもウルトラレア出る確率、ビレーゾン、ビルーシレベルで存在しているので、頼む。おー、まあ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 、まあ、あのムートとホバリング砲がやってまいりました。新カードはなかなかねこうカンストしにくいので、さあこちらスーパー魔法の宝箱、スーパー魔法の宝箱、噛んじゃった、スーパー魔法の宝箱がマルチから出てくるって結構レアですよね。本当に1ヶ月に1回とかそんなペースじゃないですよね。3ヶ月に1回とかのペースだと思うので、さあこちらちょっと気合い入れて引いていきたいと思います。参ります。さあ、80% 以上の確率でウルトラレアが入ってます。さあ、ミニペッカ、ガーゴイル、ロイヤルジャイアント、スケルトン、まあ、ここら辺はいいです。さあ次いきますよ。スーパーレアからのウルトラレアに期待しましょう。せーの、 OK、 まずは第一関門クリアここで引けないってなるとね、やっぱりこうちょっとグッとくるところはありますが、さあいきます、せーの、さあ来い、ダークネクロ来い。あー、プリンセス、プリンセスはカンストしちゃっているのでゴールドとなります。はい、ということで本日の豪華宝箱の開封こんな感じで、ちょっとねリプレイの、あのリプレイ見ていきましょうか。シーズン終了のこうせめぎ合いのね、リプレイがたくさんあると思うので、こちら見ていきたいと思います。はい、ということで見ていきましょうか。どれ見ていきましょうかね。一番上3つは、一本前ので動画でお送りしているので、もし興味ある方はそちら見ていただきたいんですけれども、そうだな、マルチだとやっぱり迫撃砲とかが相手がねすごい多くなってくると思うので、迫撃とあとホグライダーね、この2つが5500を超えてくるとやっぱりかなりメインどこになってくるので、そちらをちょっと見ていきましょうか。どれがいいかな。カンストでここら辺見ていきますか。ホグ&迫撃って感じですね。やっぱ迫撃デッキっていうのはノーマル主体にこう組めるので、ノーマルカードの方がねカンストしやすいっていうのもあって、やっぱ出会う頻度はすごい高くなってきますね。あのクロスと、迫撃の違いっていうのは、クロスはやっぱ無視しちゃダメなんですけれども、迫撃はあるタイミングで1回ぐらいはねフル無視しても、まあ、なんとかなるので、まあ、そういったところでこう攻めるポイントと、守るポイントっていうのをどこか見極めるっていうのはすごく重要になってきます。ゴーレムデッキの試合のこう作りっていうのはどうしても最初の2分間こっちから動けないので、まあ、相手がユニット出たのを見てこっちがユニット重ねていくみたいな出し方ですね。
で、アーチャーが出てきた時点で、まあ、迫撃かもしくはクロスかなみたいな感じで戦っております。アーチャー入れてるクロス迫撃以外のデッキは本当合わないですね。20回に1回合うか合わないかぐらいだと思います。そのアーチャーが出てきた20回のうち19回は迫撃用はクロスですね。さあここは相手のナイトを処理して、相手ここ結構待ってるんですがファイアボールで処理されました。こっちファイアボール使ってくれたんで、相手がエリクサーないだろうなと思ってゴレからの組み立てで、相手は逆サイドついてきましたね。でこの逆サイドに関しては、ちゃんとねゴブリンが吸い込まれるように若干広めにトルネードでかけていって、まあ、ここはダメージは許容範囲かなと。こっちの方が今相手がファイアーボールを打っている状況なんで、相手のエリクサーがない状態でゴーレムを展開して、逆サイドで相手が7コスト使ったので、かなりこうエリアードが取れている、エリクサーがこっちの方がたくさん持っている状況を作れてますね。ゴレはやっぱりこの自分の方が相手よりこうエリクサーどっちが持ってるかっていうのを考えながら戦っていかないと、ただ攻めの形を作るだけではそのうまくねこなされてしまうので、特に防衛が上手い人にねただやられちゃうだけっていうことになってしまうので、まあどこでどのユニットを足していくかとか、このゴレの形をどこで作っていくかっていうのがまあすごく重要になってます。で、私のこのファイアーボールと、そしてロケットが2つ入っている、なんて言うんだろう、攻撃呪文2つ入り入りデッキ。こちらのデッキだと、その、守りで呪文をガンガン使っていく。ここ多分ロケットかな。ロケットこんな感じで、ナイトプラスホグっていう鉄板のこの組み合わせにロケット打てるっていうのが一つ強みなのと、あとはやっぱり最後の削りが、ファイアーボールプラスロケットで1100削れるんですよね。だから1100ダメージを、タワーのダメージを、その呪文だけで削れるっていうのはすごく、こう、安心して戦いますね。やっぱロケットだけってなってしまうとね、どうしてもこのなんて言うんだろう、小回りが効かないというか、今回みたいな迫撃に対してすごい弱いんですよ、ロケットゴレっていうのは。なんですけれども、ファイアボールを入れることでそこをうまくカバーしつつ、さあラストはもうあのロケットで削り切りと、でトルネードで守って終わりですかね。こんな感じでございます。結構ね、枯渇相手にもいい勝負できますし、デッキとしては悪くないんじゃないかなと思います。まあちょっと重すぎるよっていう方はファイアボールのとこ嫌な目に変えてもね全然強いとは思うんですけれども、私がちょっと前に、これより前に昨日まで使っていたデッキが、ファイアーボールのところを矢の雨で、ロケットのところをライトニングのデッキを使っておりました。ロケット、矢の雨、トルネードだと、すごいね、ハマるときはハマるんですけれども、やっぱり迫撃に勝てなくなってしまうんですよね。迫撃に対して、こう、タワーダメ負けというか、うまく守られてロケットで削られて終わりっていう展開がすごく多くなってくるので、やっぱ迫撃対策にライトニングか、もしくはファイアーボール、この2つのどちらかがあればね、うまく立ち向かえるかなという感じでございます。やっぱ迫撃対策とかよく出会うデッキの対策っていうのはね、自分のデッキでこううまく組み替えながら作っていかないと、多分これはどのトロフィー隊でも言えることだと思うんですけれども、しっかりそのデッキの構築力とかを、作っていきましょう。さあということで2つ目、じゃあ今日ラストのリプレイですかね、リッピーさん、との戦いを見ていきたいと思います。リッピーさんがファルチェがレベルが1個、低いので、まあ、ちょっと厳密に言うと隠した相手になってしまうんですけれども、このホグファルチェがやっぱり多いんでね、ホグファルチェ相手にどう戦っていくのかっていうのも見ていきたいと思います。ホグデッキとあと迫撃デッキ、この2つだけでも7割ぐらい占めるんじゃないですかね。それぐらいやっぱりマルチはこうみんな同じデッキ使ってますね。さあここは相手出すものがなくてローリングウッドをかぶせて、でここで、ゴレーダークネクロの形で、ゴレーダークネクロすごいねいい形で、普通これでもうガンガン押せるんですけど、今回の場合ファルチェが出てきました。でファルチェは本当にね防衛力高くて、これプラストルネードがあるので、ゴレーダークネクロっていう形を簡単に封じられちゃうんですよね。こっちのお箱を封じられた時に、まあ、どう戦っていくのかっていうね、ちょっと苦しい戦いです。ファルチェはやっぱ優秀ですよね、本当に。さあ、ここは、ゴブリンをゴブリンで処理して、ホグライダーをトルネードで処理して、ファルチェをメガゴで処理すると。それぞれにユニットにそれぞれこう足してあげるみたいなやり方です。まあ、ゴブリンもトルネードで最悪まとめてもいいんですけれども、事故らないためにちゃんとゴブリンつけました。結構ゴブリンに引っかかってホグライダーがタワーに残っちゃって大ダメージになるっていうこともあるんで、まあ、今みたいに手元にゴブリンがあるときはあんな感じで出してあげると安心安全ですね。でこの2ターン目なんですけれども、もうこれで相手がファルチェがいるっていうのが分かっているので、まあ、ここはゴリを出して相手がこうどう出るかなっていうのを見て、後ろからファルチェ出してくれたんで、ここはロケットをぶち込みます。
さあロケットぶち込んでナイトはこちらのタワーで、ダメージを与えていくと。ただ相手がもう逆サイドで攻めてきたので、ここは、ゴブリンをすぐ出すんじゃなくて、ベビトラの選択ですね。これは結構あのゴレ使ってる人だって分かると思うんですけど、今の相手のねゴブリンにゴブリンを足してしまうと、ゴブリンが処理された後にホグライダーがまんま残ってしまうっていうことがあるので、今4コストまで我慢してベビドラで処理してあげるっていうのがいいと思います。さあここはナイトとゴブリンが溜まったので、ここで5を打ったのかな。お互い5を打ってでホグライダー処理と、まあ、ここは 1-0 で抑えれたらなっていうところなので、右へのタワーのダメージ気にしつつゴレ展開です。あ、まだゴレ展開しないか。さあここでゴレ展開ですね。逆サイドもちろん飛ばしてくるんですけれども、ここでトルネード、相手の先打ちローリングウッドは、ゴブリンに入らずホグライダーのダメージ一撃で飛ばせると。でベビドラの攻撃がファルチェに入っていたので、ここは5プラスのゴレパンチプラスのロケットって感じですね。この最後の削りが5プラスロケットっていうので、1100ダメージを削れるっていうのがこのデッキの強いところで、相手が予期しないダメージが入るんですよね。こうゴレがパンチ食らっても、まあ大体これぐらいで抑えれるだろうっていうダメージプラス1100削れるので、こう相手も多分今こう1対0で削り切って終わろうって思ってたと思うんですけれども、ここで隠し味の、まあ隠し味じゃない、普通に出してるんだけど、こうロケットとプラスあのファイアボールがあることで結構こう勝ちやすくなってくるんじゃないかなと思います。まあこのデッキでね、最多トロンに近い5700何ぼだったっけ、前シーズンが5765か、5765までいけたので、まあ、今シーズンはねちょっと短いっていうのもあって、5800いけたらいいなという感じで頑張っていきたいなと思います。皆さんねぜひコメント欄で、今シーズンどうだったかとかね、あのドラフト宝箱の中身の内容とか教えていただけると幸いでございます。はい、ということで、じゃあシーズンも新たにねまたなったので、今シーズンも頑張っていきましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。